エルボーから大会になっちゃうらしいんですか。はい、じゃあいきなり決勝戦っぽい試合いたら。はい、お待たせをいたしました。それでは、本番のトーナメントを始めていきたいと思います。ラーマニムの地対戦交流会フィフィスバトルウルティメート R3 SFC ラーマニムの将棋ラブ編トーナメント始めます。はい、第1回戦第1試合いきなり、面白い組み合わせから始まります。グレーホタテさん VS 今吉。おそらくエグレさんはマリコ、そして今吉さんは女ランマを使ってくると思います。さあどういうこうね、組み合わせというか試合になるんでしょうか。今吉さんが、今吉さんは、今吉さんがいない。ねえ、不戦勝ねえから。今吉さん、今吉さん次呼ばれていなかったら不戦勝になります。はい、今吉さん到着。さあスティックを用意しないといけないので、さあ持ってきましたマイスティック。爆裂は特にね、あまりこだわりはないんですけれども、やはり長技には小足のこすりを見せるためにはこのパッド、このスティックしかねえぞというところで、プレステ変換器を挟んでスーファミにつなぐということをしております。さあでは始めていただきましょう。ワン、今日はハーブいない。まあ後でリセットいただければいいと思います。さあ1ピーガーが今、グレホタテさんのマリコ、2ピーガーが今吉金髪白水着。さあ選ぶステージはどうなるのか。さあ一応まあ、選んでっぽく見えてはいますが、まあ南極というところで、まあ南極ステージ。あ、でビデオって動いてます？動いてる。はい、ありがとうございます。さあ始まりました。ワンビーガーがエグレホタテマリッコ、ツビが今吉オナラマ。さあジャンプ攻撃から小足からバックブロー。さあ今のはうまくハードルで位置を入れ替えた感じ。さあ後ろに下がっていくが、そこはもうすでに画面端。さあハードル突進、これはうまいぞ。さああの弱パンチでジャンプを引っ掛ける、あれは結構ガード不動を誘発しやすい。さあそんなこと言ってる間にいつの間にか画面端、バックエルボーから小足高飛車。さあ弱パンチで返す、これはうまい。バトンカッター、強パンチが間に合わない頭上、弱パンチでこれまた落とす。ハードル生当ては少しリスキーだったか。小足からの連続技を最後まできっちり決めて1ラウンドを取るのは今貴重なランマ。さあ第2ラウンド、さあ2本目どうする。開幕小判、いきなり小判。さあハードルから弱パンチ、バトンカッター、頭上壊し、スキャリ攻撃から台足はちょっと繋がらない、バトンカッター、ハードル。さあ今日のエグレさんはハードルをよく使っている。ジャンプ強パンチからフルコンボ、7割、残り3割でところが生バトン、これはちょっと大きなミスだったか。しかしなんかバトンが引っかかってランマの方もダメージを受けている。小足から強キック、これは対抗を狙ったか、今度は機能がした。ジャンプ弱、K から小足のガーフを狙ったコンボ、高飛車、小足、高飛車、頭上、おっ、タンブリンキックがここで出すのが機能、一本取り返すのはエグレホタテマリコ。さあ、あの地上バトンは一瞬何が見えたのかちょっと分からなかったんですけれども。さあ頭上、
小足高飛車ジャックパンチが出ていたがなぜかピヨっている早いぞスキャリ攻撃から小足が連続技につながらない小足からバックブローそして高飛車高飛車さあ頭上の今日は入りが遅いのか小足からバックエルボー高飛車ローリングエルボー小足小足バックエルボー第3ラウンドはほぼパーフェクトで取ったのは女ランマーさあ、続いてユイケイ VS アルルスさんです。ヒヤリ映像が映像さんが映像さん映像さん生きてないあ映像さん生きてるさあ続いては 1P ユイケイ 2P アルルスさあこの組み合わせは、まあ、マリコがバトンを撒いて右京がどう近づくかみたいな感じですねさあ空中で飛ぶマリコに対して右京があのようにジャンプ台パンをぶつけられればいいんですがただマリコがその前でバトンを放たないと右京もやりづらいさあ小判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 さあバトンを投げてジャンプ台キックで対空この空対空がやっぱ強いですねこれがなければかなり話は変わってくるんですが飛ばせて打つというのがマリコは強いですさあ小パン小パン歩いて小パンこの連携も地味につらいですねさあユイケイが一段と選手第1回優勝第2回優勝さあ大会には強いユイケイさあ開幕大空を見せるこれはなんだ開拓かさあジャンプ台キックさあ右京もこのねちょっとキャラを離してのジャンプ台垂直ジャンプ台キックが強いですさあこれは嫌な舞いさあエアバトン投げまくるバトンカッターバトンカッターバトンカッター投げて近づいていくさあ今一瞬ちょっと浮遊バグを狙ったんでしょうかねコパンをぶつけて前離してバックジャンプさあこのパターンが黄金パターンですねさあこのパターンが強い一気に神橋まで乗っていくしかしまた前を離して安全にヤバトンを放つそうですねさあうまいさあ冬バグ見せたさあ UK が2ラウンド取って1回戦突破続きましては、パック P さんユイケイさんとかワンピー側がナナカさんはこれはホリパッドザンさんから借りたザンさんから借りたホリパッドですねコントローラーだけれども表に3つボタン、6つボタンがついているタイプのやつですね、連付きは使わないでくださいねはいで 2P 側がパック P さんというところでさあキャラは男ランマとあではなくシャンプーと女ランマあ連打連打なってる連打なってる連打なってるスローになってるスローになってるはい気を取り直してまあ開幕だったんでまあいいとしましょうさあ、ランマとシャンプーランマはやはりシャンプーがですね、まあ、少し胸は大きいんですが体が薄いの攻撃判定が薄いので弱キックからのこういったエルボーがつながりにくいところがありますがそんなこと言ってるうちにさあ画面端に追い詰めて大丈夫空振って飛竜をぶっぱ頭上から
小足縄つながらない、小足小足小足、歩き小足から高飛車、生高飛車かな。一本取るのはパクピーさん。いやいやいや、俺はそんな動きじゃないと首を横に振りながら小足の精度を確認しているパクピー。さあ第2ラウンド、さあシャンプー開幕どうする。さあ、あーガーフ臭く当たってしまった。頭上でジャンク、ジャックパンチは当たらなかったが小足がなんかヒットして高飛車からのフルコンボ、ローリングエルボーが当たっている。今のはガードできるか、スキャリ攻撃から強キック、これは、コンボになっております。勝ったのはパクピーさんです。あ、了解。はい、じゃあ続いて日高さんとアブトさんお願いします。さあステージは南極ですね。さあ 1P がアブトさんのシャンプー、 2P が日高さんのランマ。アブトさんは最後は亀戸ですかね、11月に参加してくれました。そして日高さんはいつもまあザンさんの道場でしごかれています。さあこの組み合わせは見たことがありません。どちらが勝つのか、体力的には5分ぐらい。さあめくりをガードしたランマ、ガードしてない、食らって、しかしそこでまだ仕留められてない。さあシャンプーが近づくと見せかけてバックジャンプで振り出しに戻る。この飛びの仕切り直しがあるからちょっとやりづらい面もありますね、あランマ側にしては。さあさあ頭上から壊し、壊し当たっていた。さあ対空大キック。さあ小判から高飛車削って、まずは1ラウンド取ったのは日高ランマ。さあランマはいい立ち回りをしているんでしょうね。この組み合わせはどちらかというとシャンプーの方が攻めれそうな気もしますが、焦点波がある分やっぱりまあ一方的には攻めづらいですね。さあ焦点波見て当ててから小判波動、お互いガードフの小足ガードフのコンボ持ちなので立ち回りはなかなか慎重さを要求されます。さあ焦点波は多分避けようとしたんでしょうね、今のバックは。さあ投げて空中投げから、さあうまい、さあ当たらない、これが当たっていれば今終わっていた。さあ前ジャンプ、バック後ろジャンプ、さあこれは見てからジャンプ大キックでランマ対空。さあ高飛車打ってみる。さあ安易に焦点波を出さなくなった、これはシャンプー側の思うところでもあるかもしれない。さあ九州に対して、さあ的確に対空した高飛車を重ねて日高ランマが 2-0 で勝利。続いてザンさんとパックさん、いい試合でしたね。ザンさんとパックさん、さあ今回ザンさんはアカネ、パックさんもアカネ。さあ両者合意のもとステージはもちろん南極、ラグが少ないのでやっぱこのステージが選ばれることが多いですね。さあ優勝候補のザンアカネに対して、前回ひなこで職人プレーを見せてくれたパック、その人がキャラを変えて今回アカネにして、アカネ同キャラですね、これ珍しいですね。さあ投げ、さあ至近距離で工事の攻防。さあビンタから小足、これがまあ優秀な連携攻撃ですね。さあ小足、うわーラリアット漏れて大頭突き半角。さあジャンプ大キック小足、ビンタからガードフローコンボ入れてピヨったか、これはピヨってジャンプ大キック当たって、まずはパックさんがカネ、さあキャラ替えが功を奏しています。これはカネで行ってしまうのではと思われる第1ラウンド。
さあ優勝候補ザンが御三家の意地を見せてどのような反撃をするか。第2ラウンド、このジャン立ち台パンが優秀ですね。飛び防止にもなり判定の強さ、お墨付き小足からビンタ。さあ画面端に押していくジャンプ台キック。さあ上り出してももう一回当たります。さあジャンプ台キック当てて大パンがあるコンボにつながらない。さあ茜、そうですね、しなやすあるかも。ああ垂直になってしまった。今めくりに行きたかった。さあ削って勝ったのはパックアカネ 2-0 で、ひなこからキャラを変えた価値があったようですね。じゃあみーちゃんとひろぽん、みーちゃんさんとひろぽんさん、次お願いします。さあこれを見ると敗者トーナメントに行くのはえぐれ、ホタテ、アルルス、アブとザンと、敗者トーナメントに思えないような組み合わせですね。さあ 1P がみーちゃん、2P が今回初参加のヒロポンさん。これ勝たないと敗者トーナメント地獄だよ割と。俺その後勝ってもパック P さんなんだよな。さあクノー対ランマ、まあこれはクノー有利でしょう。もう立ち回りのこのね、トーっていうリーチの長さと発生の速さ、さあただ追い込まれているのは苦悩、苦悩としてはこのまま、あ、ランマとしてはこのまま画面端に追い込んでおきたい。さあだこれコンボですね、大パンから飛び抜きじゃない目一本。さあ大きい垂直ジャンプ台キック、今のはちょっと上手い立ち回りですね。さあ小足から立ち台パン、さあ飛び抜いてまずはみーちゃんが一本取りました。結構体は苦悩の方が有利というのが、うん、そうですね。なんかみーちゃんもやっぱあれですね、キャリバーやってるだけあって武器持ってるキャラの使いがうまいですね。さあ第2ラウンド、さあ飛び込んで、あ突っ込んで立ち台パン、このリーチの長さやばいですね。奥行きないね、そういえば。さあマグリが漏れて、しかし安く済んだ方。さあ商店派、さあじっくりいく、だんだんクノが画面端に行ってきた。さあしかしこれもランマも無理に飛び込まずいい感じですね、じりじりと。さあランマの動きを見てからクノーが虚空山を打ち始めた。とさあどうする、ランマ側しかし動きづらそうだ。さあみーちゃんとしてはもうこのままゆっくり立ち回りたいところ。さあ小足から今書店が出ていればコンボになってビヨったところですが、あそこ惜しかったですね。勝ったのはみーちゃんで、 C さんは、0回戦じゃない、1回戦シードなので飛ばしますということで、最初に戻って、今吉と UK ですね。そうです、今吉 VS UK です。ああ、はい、マイクありまして日高です。お互いマイコントローラーを使うためにですね、今差し替え中でございます。少々お待ちください。さあ今吉さんは、プレステレバーをスーファミに変換してのこれを差し込んでっていう話なんでね、ちょっと待ってくださいね。さあおっと UK さん、東名高速を爆走していたせいで寝てないアピール、これはやばい。いや負けた時の言い訳を今から言うのは負けフラグじゃないですか、それは。ですよね。さあガチンコでガチンコで頑張っていただきましょう。さあ今吉さんの、白い金髪ランマ対ゆけさんのマリコ。さあちょっと気づいてよ。今ネタで星をマックスにしてたのに気づかなかったですね。俺はいつ突っ込もうか迷ってたんですけれども。まあまあね、はい。さあ今度こそ仕切り直しで頑張っていただきましょう。さあステージはラグの少ないな、あパルテノン神殿に決定ですね。さあ開幕どうなることやら。さあお互いパッドのボタンをアピール。
さあいきなりバックブロー、さあバトンを投げる、ランマーに段ジャンプから小足が刺さってしまい、ビオル、そこでさあヒル小手浜で入れる、体力8割もうないぞ、さあ画面端で頭上ループに入る、小足小足小足、高飛車は小足小足、小足がちょっと刺さってしまうが、さあスキアリー、さあランマ圧勝といったところですけれども、うん、まあこれはねこうなるまでの立ち回りもありますからね。さあ2本目、最初はどう出る、おっとスライディングをバックブローで潰して、さあマリコはあまりバトンを曲げないか、さあ2段ジャンプを大キックで潰していく、バトンを2発投げて、おっと移動用の、おっとちゃんと暴れていく、さあハードルジャンプにお釣りを入れましたが、ヒョルには至らない、さあバトンを投げるが飛竜昇天波で返していく、さあガーフか、さあ高飛車から頭上ループへ、さあ高飛車の後をランマーすぐ動けますからね、おっとこれをコパンで落としていく、さあ飛竜昇天波だがハードルキックでダメージを取ってめくり、さあ離れてバトンを巻きたいところだが、ランマが2段ジャンプを駆使してすぐ近づいてくる、さあ大キック対空落として下段だが、おっと高飛車が当たってしまい、さあここからおっとタンブリンを小足で潰しに、お疲れ様です、あれ画面がよいしょ、映ってますよね、あはは、あのコントローラーを抜いた時にちょっとねスーファミですからねガチャってなっちゃいました、はい、次の試合はですね、あそうですね、いきなり、うん、自分の試合ですね、はい、マイクお願いします、はい、続きまして、日高さんとパックさん、日高ランマとパックアカネですね。あ、本当だ、パックアカネと 1B パックアカネ 2B が日高ランマですね。さあ開幕はコパン空振ってアカネが突っ込んでいく、さあ昇天波当たらず大パンで安く済んだ、さあ大頭突きから飛ぶ、飛んでガードフォン狙う、さあこれピヨってジャンプ大キック、大パンビンタから大頭突きで KO、 さあ茜としては理想的な展開、転ばしたところにジャンプ大キックから小足がガードフォンになって、その後コンボを入れてダメージ取ると、ここまではまあ茜側の思う展開ですね。ただ小足ガードフノに関してはランマもできるので、ダイヤシア昇天波から狙いたいところ、さあ小足からビンタで落ち込む、伸びジャンプ大キックから下り大キック、さあこれは知っていたがゆえに悔しい日高、さあ小足が透かし小足が当たって勝ったのはパックアカネ、さあ、うん、パックさん勝ちましたね。で兄ちゃんと C さん、みーちゃんとしーさん、この次は私とピッパック P さんですね。ああ、延長成功しましたね。このまま生放送続けます。さあ、女ランマが頭上から壊し壊し壊し、ピヨって、じゃあ頭上から壊し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 、さあ、その後繋がらない。壊しだけではダメージが安いのでそんなに恐れることはないんですが、ただクモとしては返しづらいだけに困る。
さあ体力はまだ久野が有利。さあ飛び込みから壊し壊し、これはまだピヨりますね。さあ頭上から壊し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 、さあ裏剣が繋がらない。さあ回転エルボーが漏れたのか。さあまた頭上から壊しがガード。さあ飛び抜きを出した瞬間にランボーも動いていた。さあみーちゃん、これは棚ボタですね。さあこれなかなか熱い試合ですね。苦悩側としてはもうとにかく近づきたくないが近づいてしまった。いきなり接近戦、頭上から頭上とか頭上から壊しとかになるともう地獄です。さあ頭上から立ちガードしてしまったので壊しがガード不能で確定です。頭上側ガード、さあみーちゃんここうまく逃げた。コンボだけでなく移動技で回避っていうのうまいですね。さあひたすらランマが近づいて壊しを狙っている。ジャンプコパンから壊し、さあお互いに移動し合う。さあクノは やはり距離を取るが、もうそこは画面端、ナイパンかボタンがボタンが、さあ踏み込みメインコンでうまく逃げますね。さあ回転エルボーが当たって、さあそこはまた飛び抜きで逃げる。さあ左右に動きますねこれ。さあクノは非常にやりづらそう。さあこれはまだわからない。クノがジャンプコパンを当てて、さあ 2-0 でみーちゃんが勝った。これは美味しいということでみーちゃんの勝ちですね。じゃあ私とパック P さん、はい、マイク、はいよ、今吉さんとパック P さんですね。さあおそらく多分きっと女ランマ同キャラでしょう。間違いなく、まさかまさかのその人物とは。まあ、一緒に今ちょっと児玉清をだいぶイメージしたんですけど誰も気づいてくれなかったですね。はい、なぜ足を取らない、なぜ画面端に行かなかったのか。アタックチャンス。さあ金髪の方が女ランマの今吉、そして、次のパクピーが男じゃねえ、黒い方。最初に画面端を取るのはどっちのランマなのでしょうか。普通に行こう。さあ 1P 側が今吉女ランマ、 2P 側がパックピー女ランマ。さあ開幕、お互い距離を取った立ち回りだとか一気にが密着戦を要求していく。さあ弱パンチのあれはガーフを狙った飛び込みだったんでしょうか。さあスキャリ攻撃、さあこのパックピーさんのスキャリ攻撃のタイミングが何とも言えず秀逸。さあ頭上壊し壊しから壊しの漏れディレイのところに今吉が壊しを擦ってた感じでしょうか。しっかり対空落としていく。壊しから台足、少し前を開けたが大キックで対空落としてガード不能だったがコンボをミスる。壊しバックエルボー高飛車。さあピヨってスキャリ攻撃生当て、一本取るのはパック P さんの女ランマ。さあこれ勝った方が、ブロック、今がこれ A ブロックの決勝ですんで勝った方が決勝戦に進めますね。さあ第2ラウンド、どちらが決勝へ進むのか、どちらの女ランマが強いのか。さあ注目の第2ラウンド。さあめくり気味の頭上から、さあ台足ジャンプ弱キックですね。最近弱攻撃を、空対空地対空に混ぜていくのが最近の女ランマのトレンド。台足切り返してスキャリ攻撃、やはりここパック P の一つのキーポイントとなるのはこのスキャリ攻撃か。今度は投げ漏れかスキャリ漏れか、ちょっと高飛車が出なかったのか。今のはよく間に合った、投げが入って一本取り返す今吉女ランマ。さあファイナルラウンド開幕は、さあなんかの釣りだったのか。さあスケルコギから台足こかして画面端でこの位置は早く抜けたいところ、中足からな
クエルブローが今のは確定だったのかな。壊し壊し壊し頭上壊しバクエルオタカビシャー、さあ足が引っかかって画面端頭上頭上壊し生タカビシャー、ジャックキックでガーフを狙いつつスキャリ攻撃台足、さあよっしゃー、よく転がして勝ったのは絵巻町のランマ。最後の連携よく決まりましたね。いやうんですよ、大丈夫。見せるかなと思った。よくあれをやったなって思った。手グーグーしてる。はい、というわけで、A ブロックは今吉さんが勝ち切りました。B ブロック、パックさんと兄ちゃん。よっしゃー。アカネ VS、兄ちゃんはクノでしたっけ？クノです。さあ、クノアカネ結構これ面白い組み合わせ、いい組み合わせですね。さあ1ラウンド、さあみんなやっぱり南極かパルテノンですね。さあ開幕、台足でエコ化してジャックキックから頭上こ頭上じゃねえ木槌コンボ、めくり気味に入れたのをクノは拒否テイク、強パンチ当てて、さあ眉をなんとかクノはやはり離していきたい。そしてこの木刀の外の位置からアカネはこういった突進技系ですね、うまく当てていきたいのですが、木槌は苦悩が見てからでも、飛びの気づきが間に合います。なので出すタイミングとしては苦悩側が牽制を振った瞬間にやはり木槌を振っていくというのが一つの戦法になるでしょう。ただそういう意味では待ち気味に戦うのがいいんですが、さあおうーん今のがガーフだったまた違った結果になったかもしれません。さあ茜どうする、そして久能もどうする、ここですね、お互い出す技削れるやないかと見えるかもしれないんですが安易に出せないんです。安易に出すとこれが待っています。さあ持って、それを待って切り返したのはみーちゃんの飛びの気づきだった。お互いに動けないですよね。あそこ波動拳出すと茜の木槌が来てですね、木槌を先に出すと、くとびの気づきがあるというもう膠着状態って感じですね。さあメインポンから飛びの気づき、さあこの間合いじりじりじりとして、さあ飛びの気じゃねえ、メインポンにジャンプ強キック入って立ち弱からビンタ入れてめくり気味だったが、みーちゃんがしっかり返していく。さあこれがガーフだったがコンボに入らない、小足から木槌入れしっかり入れてジャンプ大キックで締める。一本取り返すのはパクさんのアカネ。さあファイナルラウンド、暑いね暑いね。さあ台足、おお開幕台足、さあ強パンチ、メイン1本から飛びの気づき、メイン1本、さあ投げ狙いかな、強パンチからの飛びの気づき、スキアリで台足に引っかかる。さあ虚空山でまずは削って画面端に追い込もうとしている感じかな。さあ投げを意識させつつリレーしてからの飛びの気づき、こういった苦悩側もすぐ飛びの気を出すのではなくてリレーをかけたりですね、実際に投げを狙ってみたり、そのあたりですね、いろいろ試してですね、相手のタイミングをずらしたり相手の意識を散らすことにしているのですが、ジャンボ強キック入って勝ったのはパクさんの茜、ありがとうございます。ということで、長技乱舞勝者トーナメントは茜 VS ランマ、今吉 VS パクです。じゃんけんします。さあ12月に続き優勝じゃない、まだこれ一応勝者トーナメントなんですけれども、代表決定権を得ることができるのか今貴重なら、まあそしてさあ優勝戦に来るのはおそらく初めてでしょうパックさん。さあオーナラマジでね、アカネ。
さあ後ろではバトンカッターが聞こえているが、ここにはマリコはいません。さあ台足、さあ頭上頭上、小足から生高飛車投げ漏れかな。さあ小足のフォローが効いている。小足から木槌が追いかけてきた。さあ小足小足か、小足からディレイ小足、歩き小足、小足小足小足、台足でなんとか切り返し、さあジャンプ強キックからフルコンボが入って、さあこれは強パンチ、安かったが台足が届いた。まずは1ラウンド取るのはパックさんの茜。さあ実は優勝がもしかするとランマ、マリコ以外の3人目が出るかもしれない。さあ開幕、さあ投げを狙っていく。さあどうする、さあすかし下なんだかな今のは。頭上小足から高飛車か投げ漏れだったが、フォローも効いている。バックブロー、さあ閻魔からの強キックは当たらなかった。アカネが返していく。さあ今のめくりはよくガードしたっていうところでしょう。ジャンプジャックパンチから小足から高飛車、さあ画面端、あー今のは木槌で暴れるしかなかったか。最後までコンボを決めて1ラウンド取り返すのは今貴重なランマ。さあファイナルラウンド、勝者トーナメントのファイナルラウンド。さあ最初に切符を取るのはどちらか。さあどうする、開幕台足、飛竜がボレる、しかし小足からのビンタが出なかった。こっちは甘栗が出たが、木槌では横が広いので当たらない。さあジャンプキック、今の小足も当たっていればガーフ臭くて面白かった。木槌で今のは位置をうまく入れ替えた感じかな。さあ頭上はよく見ている、だがしかし逆に画面端をのけようとした瞬間また戻されてしまう。今のは少し余計な当たり方かな。危ねえ、さあスキャリコギから小足バックブロー、勝ったのは今吉オナラマです。おめでとうございます。はい、というわけで今吉さんが、勝者トーナメントとなりました。残り55分、じゃあ敗者トーナメントいきます。あ、了解。はいはい。